ナウパクトスの海戦は、ペロポネソス戦争において、紀元前429年に、アテナイ艦隊とペロポネソス同盟艦隊との間で、戦われた海戦である。ナウパクトスの海戦紀元前429年の、夏に、ペロポネソス同盟側は、アテナイの同盟国であるザキュントスやケファレニアを、アテナイから切り離し、また、 ケルキュラとの間にクを打ち込もうとして、アテナイとそれらの同盟国との間に横たわる、アカルナニアの地を勢力下に置くために軍を送った。しかし、スパルタの将軍クネモス率いる陸軍は、アカルナニア人に、コリントスから出発した、艦隊47隻は、ナウパクトスに待機していたフォルミオン率いる、アテナイ艦隊20隻に敗れ、アカルナニア方面作戦は、失敗に終わった。 敗軍は、キュレネに集まり、再戦を望むスパルタは次の海戦を起死して、ティモクラテス、ブラシダス、リュコフロンラをクネモスの指問団として同地に送った。クネモスたちは、同盟諸国に布告を出し、艦船を集めた。一方、2倍以上の敵を破るという離れ技をやって、のけたフォルミオンは、今一度の海戦を予想し、アテナイに、勝利の報告をしつつ、 援軍の艦隊を求めた。これに応えたアテナイ当局は20隻の艦隊の派遣を決定したものの、その艦隊にはまず別件でクレタに向かうよう命じた。結果から言うならば、このために次の回戦にアテナイの援軍は間に合わず、しかもペロポネソス側は77隻の大艦隊を結成したため、フォルミオンは20隻の手勢で4倍近い敵と戦う羽目になった。 キュレネのペローポネソス艦隊はパノルモスを経由してアカイアのリオンに闘病しフォルミオンはコリントス湾の入り口にあるリオン岬に停泊したこのまま両艦隊は67日の間戦いの準備をしつつ睨み合ったがクネモスタッチはアテナイの援軍が来ないうちに死由を決しようとし行動に出た連度に勝り外洋での戦いが有利なアテナイ艦隊を コリントス湾内へとおびき出そうと、ペロポネソス艦隊は、夜明けとともに4列の船体を組み、足の速い20隻を先頭にして、ナウパクトスを攻撃すると見せかけて、コリントス湾内へと航行した。彼らの予想は当たり、無防備のナウパクトスを攻撃されることを恐れた、フォルミオンは一列になって出航し、メッセニア人の陸軍も、ナウパクトスからやってきた。そこで、 ペロポネソス艦隊は突如反転して、アテナイ艦隊に襲いかかった。この突然の攻撃に、アテナイ艦隊のうち11隻は逃げおうせたが、9隻は捕らえられて陸に上げられ、そのうちの陸民ごと捕らえられた1隻を除いて、泳いで脱出した者以外の兵士全員が殺された。しかし、救援に駆けつけたメッセニア軍によって数隻は奪い返された。 ペロポネソス艦隊右翼20隻は、アテナイ艦隊11隻を追ったが、アテナイ艦隊は1隻を除いて、ナウパクトスに逃げ込んだ。勝利はもはや、ペロポネソス側の手の内にあるように見え、彼らは戦勝下すら歌っていた。最後のアテナイ船は、レウカス船によって追われていたが、その時沖合に停泊していた商船を、ぐるりと一周して、 レウカス戦の腹部に回り込んで腹部を昇格でついて沈めた。これを見て勇気を得たアテナイ艦隊は撃って出て反撃を開始した。この事件によって老害し追撃で隊列が乱しており不安内のために座礁している船すらあった敵をアテナイ艦隊は敗走させ6隻の敵戦を打歩して敵に打歩されていた味方の船10隻を奪い返した。また、 前述のレウカス戦には指紋団の一人ティモクラテスが乗っており、彼は船が沈められたのを知ると自ら命を絶った。双方が戦勝塚を立てて勝利を主張しましたが、どちらが勝ったのかは明らかだった。ペロポネソス艦隊はコリントスへと退却し、また、海戦の後にクレタから援軍の当てない艦隊20隻がナウパクトスに到着した。 この驚くべき勝利によってアテナイはナウパクトスとコリントスワンの正解権を守った。それと同時にアテナイとその北西の同盟国との間にくさびを打ち込むというスパルタの試みは最終的な失敗に終わった。ありがとうございます。